皆さんこんにちは。ほとんどの人々は必要であれば近くにいる人を助けることができます。しかし近くにいても助けを求めることができない存在がいるということも忘れてはいけません。例えば動物たちです。動物への態度はその人の性格と直結していて、動物に残酷な振る舞いをする人は良い人ではないと言っても過言ではありません。今回は最も感動的な動物の救助劇についてお話しします。小さな子猫が細いパイプに落ちてしまいました。これはアメリカサウスカロライナ州のある個人宅の排水用パイプでした。飼い主は子猫がそこに落ちた以上死んでしまったことだろうと思いました。しかし4日後、飼い主は地中深くから力のない子猫の声が聞こえることに気づきました。飼い主の女性はホープフォーポーズという動物愛護団体に連絡をしました。ボランティアスタッフのキンバリー・コックレルさんが到着しました。子猫が落ちたパイプの直径はわずか10センチメートルで、手を差し込むこともできません。キンバリーさんは Facebook でこの子猫についての投稿をし、どうすればよいか意見を募りました。何百ものコメントが寄せられました。配管工のジェームズさんとロブさんが協力を申し出て、その翌日キンバリーさんと共に3人で再び子猫の救出に向かいました。子猫を引き上げるために端にループのついたワイヤーをパイプの中に下ろすことにしました。1回目の試みは失敗し、3人はがっかりしました。2回目はループの形を少し変えて挑戦しました。今回は猫がうまくループにかかりました。そしてついに子猫が救出されました。すぐに温かい毛布にくるまれ動物病院に運ばれました。子猫は重度の低体温症および筋肉萎縮と診断され、数時間手当を受けました。しかし幸いなことに子猫のジェシーの体調はすぐに回復に向かいました。次の物語は小さな漁村で起きました。漁村には文字通り至る所に魚を捕まえるための網が干してあります。野良猫たちは魚の匂いがする漁網で遊ぶのが大好きです。しかしある時、一匹の猫は遊んでいる間に、または食べ物を探している時に漁網に絡まってしまいました。これを見た地元の女性が網を切って猫を助けてやりました。ところが猫は体にまだ網がついたままの状態で走って逃げてしまいました。猫はもう大丈夫だと判断したのでしょうが、この漁網の切れ端のせいでその後長く苦しむことになったのです。しかも苦しんだのはこの猫だけではありませんでした。約1年後、女性は再びこの猫を見かけました。そして今度は漁網の切れ端に子猫が絡まってしまっていたのです。母猫が食べ物を探して歩き回る間中、子猫は引きずられ痛みから悲鳴を上げていました。そこでこの女性は急いでボランティア組織に救援を求めました。救助隊が車で向かう間、彼女は猫の親子を見守り続けました。そうしている間にこの猫にはもう一匹別の子猫がいることが分かりました。母猫はその子猫を加えて隠れようとします。母猫は懸命に子猫たちの世話をしていました。ひとまず救助隊はケージに餌を取り付け、その場を離れました。母猫が来て見事に罠にかかりました。子猫たちも捕獲されましたが、片方の子猫の首元には網による傷が見られました。動物病院で母猫からついに古い漁網の一部が取り除かれ、必要な処置が行われました。ついに3匹の家族は普通の生活を送ることができるようになりました。インドでは牛は神聖な動物と考えられていて、牛に危害を与えるようなことはしてはならないとされています。ですからこの小さな子牛がなぜこのような状況に陥ったのかはよくわかりません。アニマルエイドの救助隊は道路脇でぐったりとうずくまっている子牛を見つけました。生まれたばかりの子牛を誰かが放置したようでした。子牛はひどく衰弱していて、小さな命は儚く消えようとしていました。子牛は保護施設に運ばれ、命を救うための戦いが始まりました。
子牛はメリーと名付けられました。施設ではメリーに4日間点滴をし、ミルクを飲ませました。メリーは今ではすっかり元気で幸せいっぱいな様子です。救助隊のスタッフは、メリーは牛というよりもむしろ子犬のようだと話しています。ある女性は沼地の近くから鳴き声が聞こえることに気づきました。ジェシカ・クレイボーンさんは家の庭で洗濯物を干しているとき、小さな子供が泣いているような声に気づきました。家は沼地の近くにあったので、周辺で動物の声がするのは珍しいことでした。泥だらけの湿った沼地に茂る背の高い草の間に、驚いたことに子犬の姿が見えました。現在ナッシュと呼ばれているこの子犬は、沼地の中のごく小さな島のような場所に置き去りにされていました。しかも単に放置されただけでなく、木にしっかりと縛り付けられていました。恐ろしい光景にショックを受けつつも、ジェシカさんはためらうことなく子犬を助けに向かいました。粘り気のある泥地を横切る必要がありましたが、膝まで沈みながらもなんとか子犬の元にたどり着き、ナイフでロープを切りました。ジェシカさんは子犬を家に連れ帰り、お風呂でよく洗い、耳についていた大量のダニを取ってやりました。子犬の首にはロープの跡が深い傷のように残っていたので、すぐに動物愛護団体に連絡しました。ボランティアスタッフはナッシュを動物病院に連れて行きました。傷は適切に処置され、感染症予防のために抗生物質が与えられました。獣医師はまた全身の至る場所に化学的な火傷の跡を見つけました。これは沼地に放置される前からこの子犬がひどい虐待を受けていたことを意味しています。またこの子犬は耳が聞こえないことも判明しました。しかし心優しい女性に見つけてもらえたことはとても幸運でした。現在ではナッシュは順調に回復していて、一時的な保護家庭で暮らしています。ナッシュは遊び心いっぱいの陽気な子犬です。人のそばにいるのが大好きで、いつでも尻尾をちぎれんばかりに振っています。ナッシュが完全に回復し、思いやりのある飼い主を見つけることを心から願いましょう。ロシアにある保護施設ウチャスチエのボランティアスタッフは、アブハジア共和国にいる一匹の子犬が厳しい状況に置かれていることを知りました。子犬は飼い主と一緒に暮らしていましたが、治療の困難な腸炎ウイルスにかかってしまいました。誰も病気と戦う気はなく、子犬を海に沈めて溺死させる予定であるということでした。施設のスタッフたちはこの子犬を迎えに行き、ロシアに移送することにしました。子犬はツァーリ、つまり皇帝と名付けられました。かなり衰弱しており、医師の判断は厳しいものでした。しかしボランティアスタッフたちは子犬の命を救うべく戦うことを決意し、治療を開始しました。それから1ヶ月後の定期検診の結果、ツァーリが病気を見事に克服したことが分かりました。しかし新しい問題が現れました。なぜか前足が動かなくなってきました。診断はクル病でした。ツァーリをたっぷり散歩させるようにと医師は提案しました。関節も免疫力も弱い子犬のツァーリには栄養たっぷりの食事が準備されました。こうした甲斐もあって、やがてツァーリの足はまっすぐになり、走ったりジャンプすることもできるようになりました。次の秋には家族を見つけることもできました。もちろんツァーリには健康上の心配はありますが、心優しい新しい飼い主は全てを理解した上でツァーリを受け入れ、一緒に暮らしたいと申し出たのです。さて今回のビデオでご紹介した物語は、幸い全てハッピーエンドでした。いつの日か全ての人が全ての生き物に対して優しく接するようになる時が来ることを願っています。ではまたお会いしましょう。